リッパブリック航空は、アメリカ合衆国インディアナ州インディアナポリスに本社を置く、リパブリックエアウェイズ、ホールディングズ参加の地域航空会社である。アメリカン航空家のアメリカンイーグル、デルタ航空家のデルタ、コネクション、ユナイテッド航空家のユナイテッドエクスプレスのブランドとして、エンブライル E170 及びエンブライル E175 で路線を運行している。コールサインのブリックヤードは、 本社のあるインディアナポリスに位置する有名なサーキットであるインディアナポリスモータースピードウェイのニックネームに由来している。リパブリック航空株式会社は1999年にリパブリックエアウェイズホールディングズの子会社として設立された。しかしながらリパブリック航空は2004年まで活動が行われず2005年に 航空運送事業許可を取得するまでの6年間航空運送事業を行えない状態であった。2004年にリパブリックエアウェイズホールディングズはアメリカン航空からの訴えに対応してリパブリック航空の活動を開始した。アメリカン航空は座席数44席のリージョナルジェットを当時リパブリックエアウェイズホールディングズの主要運営し会社であったシャトークア航空に委託運用していた。 しかし、後にシャトークア航空が70席のリージョナルジェットを、ユナイテッド航空から委託運用するようになると、アメリカン航空のスコープクローズで当時定められていた。アメリカン航空からの委託運用を行う、地域航空会社は、アメリカン航空以外からの委託運用であっても、座席数50席以上の機材を運用してはならない、という条項に引っかかった。このため、 リッパブリックエアウェイズホールディングズはリッパブリック航空の活動を開始させ2005年に航空運送事業許可を取得し営業可能になると問題であった70隻のリージョナルジェットをシャトークア航空からリッパブリック航空に移管しスコープクローズ違反状態を解消したまた問題解決のためリッパブリックエアウェイズホールディングズは アメリカン航空パイロット組合に660万ドルを支払った。2007年、フロンティア航空は、リパブリック航空と11年間のコードシェア便運航を行う契約を結んだ。契約に基づき、リパブリック航空の保有する17機のエンブラ LE170 をコードシェア便用として運用することになった。最初のコードシェア便は2007年3月に就航し、 2008年12月までに、全、コードシェア便の運行が開始される予定であった。しかしながら、翌2008年4月10日、フロンティア航空は、連邦倒産法第11章を申請した。このため、リパブリック航空は、同月23日に契約を終了。第11章的用時の救済措置として、同年8月13日に、 フロンティア航空を買収し完全子会社化した。その後はフロンティア航空のブランドとしてリパブリック航空の保有する機材を運航していたが2013年12月にフロンティア航空はリパブリック航空からインディゴパートナーズへ売却され、それと共にフロンティア航空ブランドでの自社機の運航を終了した。2008年9月3日。 リパブリック航空はミッドウェスト航空と10年間のコードシェアウィン運航契約を新たに締結した。2008年10月1日よりカンザスシティ国際空港を拠点とし12機の航空機がミッドウェスト航空とのコードシェアウィンとしての運航を開始した。その後2009年6月23日、リパブリック航空はミッドウェスト航空を3100万ドルで買収すると 発表した。2013年1月、リパブリックエアウェイズホールディングズは同年中頃より開始される予定であるアメリカン航空家の新ブランドアメリカンイーグルとしてエンブライル E175 を運航するためにアメリカン航空と契約を結んだ。2013年8月1日、リパブリック航空はアメリカンイーグルブランドとしてシカゴニューオーリンズピッツバーグアルバカーキ船の 運行を開始した。2016年2月25日、リパブリック航空は連邦倒産法第11章を申請した。当時リパブリック航空はパイロット不足により大きな打撃を受けていたが、2015年10月に締結された新しい契約により、会社の立て直しが促進されていた。第11章申請時、リパブリック航空は29億7000万ドルの フサイト35億6千万ドルの資産を保有していた。2016年11月16日、リパブリックエアウェイズホールディングズは2017年代、1市販機中にリパブリック航空を第11小適用ーから脱却させるための再編計画を提出した。再編計画ではリパブリックエアウェイズホールディングズの子会社であるシャトルアメリカとリパブリック航空を合併し、 リパブリック航空を存続させるとされ、2017年1月31日に、シャトルアメリカは、リパブリック航空と合併した。2018年12月、リパブリック航空は、親会社の名称に合わせて、リパブリックエアラインから、リパブリックエアウェイズに解消された。以下は2019年9月現在の、リパブリック航空の就航都市の一覧である。表においては、 アメリカンイーグル、デルタコネクション、ユナイテッドエクスプレスのどのブランドで就航しているかも記載している。2020年5月現在の運用機材は以下の通りである。ありがとうございます。